母さん、お母さんはいつになったら働いてくれるの？無職の母親って恥でしかないんだけど。え？私ね、今日拓也くんに聞かれたの。バニのお母さんは何をしている人なのって。でも私何も答えられなくて恥ずかしかった。いつまでも亡くなったパパのお金にしがみつくのはもうやめて。ちょっといきなり何なのよ。私はパパのお金にしがみついてなんかいないわよ。はあ？パパの遺族年金と貯金で食いつないでるニートのくせに。よくそんなことが言えるわね。何ですって？働かなくても多少のお金が入ってくるからって。いい歳していつまでも家でダラダラと。たくやくんの母親も友達の母親もみんな外でバリバリ働いてるんだよ。なのによくいつまでも無職でいたいと思えるね。マーリン、お母さんだってちゃんと働いているわよ。あなた、私のことをずっと無職だと思っていたの？言い訳なんてしないで。家からほとんど出ないくせにババアがどうやって稼ぐんだよ。ババアですって？娘にそんな風に呼ばれたくないなら早く働いて。お母さんが無職のせいで私が彼に捨てられたらどうしてくれるのよ。そんなことで捨てられるわけないでしょう。それにそんな不安があるなら人のことを言う前にまずは自分。まずはマリが仕事を見つけなさい。なんで私が。早くにお父さんが亡くなったせいなのか。あなたは小さい頃から泣き虫でメンタルが弱くて、その分つい甘やかしてきた自覚はあるわ。でもまさかここまで問題児になるとはね。高校卒業を進学もせず、就職もせず家でゴロゴロして、私の言うことをごちゃごちゃ言う前に、まずはあなたが就職しなさい。うるさい。無職のくせに説教なんてしないでよ。それに、私には私の計画があるの。私はあえて就職しないでいるだけよ。ただダラダラと、就職してないあんたとは違うんだから。計画って何よ。もちろん将来の計画に決まっているでしょ。私は早く子供を産みたいの。だから今の彼と結婚するつもりだし、結婚したらすぐに子供も作るつもりなの。あら、あなたってそんなに家庭願望があったのね。そうよ。子供は最低でも5人は欲しいし、賑やかで明るい家族が欲しいの。でもそうなったら産休とか育休をたくさん取ることになるでしょ。でもそんなのきっと会社は迷惑があるだろうし、だから私はあえて就職しないのよ。なるほどね。って言いたいところだけど、そんなのただの言い訳よ。はあ？産休や育休の穴は会社の上層部が何とかすること。もちろん子供を育てるためにはお金が必要なの。少しでも働いて貯金しようと思わないの？うるさい。私に文句つける前にまずはあんたが就職しろ。もしお母さんが無職のせいで彼に捨てられたら、私は一生許さないから。お久しぶりです、ゆみさん。ちょっと相談があるんですけど、今大丈夫ですか？あら、拓也くん、久しぶり。いつも娘のマリがお世話になっています。今なら時間あるし大丈夫だけど、どうしたの？いきなりこんなこと聞くのもあれなんですけど、20歳での結婚って早いと思いますか？え？結婚？実は僕、真剣にマリと付き合っているんです。でも僕もマリもまだ20歳で、世間から見てもまだ子供ですよね。だけど僕はマリとできるだけ早く結婚したいんです。早く夫婦になって2人で協力して生きていきたいんです。だからまずはお母さんの考えを聞いてみたくて連絡しました。そういうことね。まずは娘と真剣に付き合ってくれてありがとう。前からあなたのことは真面目で素敵な子だと思っていたけど、本当に娘は素敵な人とお付き合いしているのね。いやいや、そんな、僕なんてただの高卒の工場勤務ですから。学歴も職種も関係ないわよ。拓也くんは立派に働いてるし、母親としては結婚は大賛成。本当ですか？でもね、あなたに心配はないけれど、私は娘が心配だわ。あの子ったら高校卒業後もずっとろくに働いてもいないし、それに悪いけど、あなただけのお給料で娘を養っていけるとは思えないわ。そのことなら僕もちゃんと考えています。悔しいけど僕の給料じゃ専業主婦は無理なことを彼女に伝えます。そして2人で共働きで支え合おうと思っています。なんだったら彼女の仕事探しも僕が全力でサポートしようかと。まあ本当に？もちろんです。でもまずはゆみさんの考えをどうしても先に聞きたくて、20歳での結婚に賛成してくれるなら僕のやる気もぶち上がるっていうか。私は2人がちゃんと話し合って決めたことなら何も言わないわ。結婚も2人の気持ちと足並みが揃っているならいつしてもいいと思う。ただしそれぞれの両親からのお手伝いや援助があるとは思わないこと。
いくら若いと言っても結婚したらもう一人前よ。はい、僕たち二人の力だけで頑張っていきたいと思います。いきなりの連絡だったのにいろいろとありがとうございました。僕、マリとの将来のためにもっと頑張ります。ついに就職してやったわ。お母さん、私これから真面目に働くから。え？就職したの？計画があるとか言っていたのにどうしたのよ。実は拓也くんにプロポーズされちゃったの。まあプロポーズ、それは素敵ね。もちろん返事は OK したし、その後ゆっくり2人で将来のことをたくさん話し合ったの。それでまずは子供の前に結婚式をやりたいよねってことになってね。じゃあお金が必要だから2人で貯めようってことになったんだ。素敵な就職理由ね。目標があれば仕事が辛い日も頑張れるものよ。で、一体どこの会社で働くことにしたの？最初はなるべく通勤時間が短い会社がいいわよ。え、普通に近所のコンビニバイトだけど。え、就職ってアルバイトなの？まあ、母にも言ったじゃん。私は子供を早く産みたいの。結婚式のために働くことは決めだけどさ、いつか子供を産むのは決まっているし、それならバイトが一番だよね。休みだって融通が効くし、辞めたい時は簡単に辞められるし。でもお金はどうするのよ。結婚式だってかなりのお金がかかるだろうし、そこに将来の子供の養育用のことも考えたらバイトだなんて。お金を貯めたいなら正社員が手っ取り早いわよ。さすが無職は何も分かってないわね。稼ぐお金よりも出ていくお金を抑えた方が貯金は簡単なの。だからお母さん、あんたにはこの家から出て行ってもらうわね。はい？今日からこの家は私と拓也が暮らすから、いい年こいて無職なニートババは今すぐ出て行け。ちょっと待ちなさい。どうして急にそういう話になるのよ。なんで私がこの家から出ていかないといけないの？私たちの出費を抑えるために決まっているでしょ。婚約をきっかけに私たち二人は同棲しようと思っているの。でも部屋を借りたらかなり家賃がかかるでしょ。だからそれを節約したくてこの家を私たちがもらうことにしたの。え？一応お母さんも入れて三人での同居も考えたんだけどさ、ニートの親とか恥ずかしいじゃん。だからあんたには出て行ってもらって、私が彼と二人で住むの。家賃はどうするの？月3万くらいは私が払うわ。え、3万円？このマンションの部屋は亡くなったパパのものでしょ。ってことは家賃もほとんどかからないはず。確か最低限の管理費用で月3万ぐらいの出費で済むよね。そんなの新しく部屋を借りるのに比べたら断然安いでしょ。だから私が出て行けって？母親を追い出すなんてよくそんなことができるわね。これもお母さんにとってはいい機会じゃない？そろそろパパの年金や貯金を当てにせず働きなよ。は？とにかくこの家は今日から私が彼と住むわ。だから無職ババは今すぐ出て行け。あんたはこれを機に就職でもしたらいいのよ。じゃあお望み通り出て行くわ。でもこのマンションで暮らすための家賃30万、私は一切手伝わないからね。え、家賃30万？何言ってるのよお母さん。うちのマンションはパパが生前買ったマンションでしょ。もう購入済みなのに家賃がそんなにかかるわけないじゃない。お父さんは生前マンションなんて買っていないわよ。ここはずっと賃貸。お母さんがずっと家賃30万円を払っていただけよ。は？ここ持ち家じゃないの？あなたが生まれる前からずっと住んでいるからね。あなたにとっては実家みたいなものだし、持ち家だと勘違いするのは仕方がないわ。でも残念ながらここは賃貸よ。いや、そんなのありえないでしょ。仮に賃貸だとしても家賃が月30万円。そんな高額な家賃、お母さんが払えるわけないじゃない。ただの無職で、パパの遺族年金と貯金を食いつぶしてるだけなのに。前も言ったけど、食いつぶしてなんかいないわよ。お母さんは家でできる仕事をしているの。これでもかなり稼いでいて、家賃30万円も余裕で払っているし、女手一つであなたを育ててきたんだから。は？家でできる仕事ですって。何適当なこと言ってるのよ。あんたはパパが亡くなった後すぐに会社を辞めたじゃない。パパの遺産や年金で生きていくことに決めたんでしょ。なるほどね。それでそんな勘違いをしていたのね。あ、勘違い？確かにパパが亡くなった後すぐに会社を辞めたわ。でもそれはただ辞めたんじゃなくて転職したの。早くにパパが亡くなって毎日泣いてばかりのあなたが心配で、それで日中ずっとあなたと過ごせるような仕事を選んだの。え？あなたのために PC1 台で、
仕事できる完全在宅勤務の仕事に転職したの。そして日中はできるだけあなたと一緒に過ごして、あなたが夜寝てから静かに仕事をしていたの。だけどまさかそれが無職だと思われていたとはね。え？じゃあ本当にお母さんって無職じゃないの？このマンションの家賃も払えるぐらい稼いでるし、本当にニートじゃないの？むしろずっとニートだったのはあなただけ。でもどんな理由にせよ就職してくれたのは嬉しいわ。お母さんは出ていくから、彼と二人で力を合わせて頑張るのよ。ユミさん、すみませんでした。マリから話は聞きました。マンションからユミさんを追い出すようなことをしてすみません。いいのよ、気にしないで。きっと娘は勝手に暴走しただけでしょ。実はその通りでして、今朝いきなり彼女から連絡が来たんです。母親をマンションから追い出すから二人で同棲しよう。実家捨てに一室買ってるから、家賃は管理費の3万だけだって。それがね、悪いけれど全部あの子の勘違いなのよ。我が家は一室丸々買ってなんかいないの。ずっと賃貸で借りていただけなのよ。やっぱりそうですよね。あのマンションオーナーはかなり厳しいって有名ですもん。購入を一切拒否してるって話を聞いたことがあったんです。そうなのよ。でもその分しっかり修繕管理をされてる方でね。だから安心してずっと住み続けていたの。そんなお気に入りの部屋を追い出させてしまってすみません。僕から彼女に言っておきますから、どうぞ今まで通り暮らしてください。いいの。気に入ってはいたけど、ちょっと飽きていたところだったし。私は出て行くから二人で暮らしてちょうだい。ただまあそこそこの家賃はするんだけれどね。家賃30万円もするんですよね。さっきマリから話は聞きましたが、僕には無理ですよ。それにその僕、彼女との結婚をやめようと思ってて。え？すみませんユミさん、僕彼女との結婚考え直してもいいですか？考え直すってどういうこと？娘からプロポーズしてもらったって聞いているわよ。ユミさんには結婚の相談もさせてもらっていたのにすみません。でも最近やたらと彼女と価値観が合わなくて。え？二人の将来のために共働きで頑張ろうって約束したんです。俺はてっきりどこかの会社に就職してくれたかと思ったんですけど、まさか近所のコンビニバイトだなんて思わなくて。やっぱりそこ驚くわよね。私もコンビニバイトだって聞いた時はびっくりしたわ。どうして正社員を嫌がるんだって問い詰めても、将来の子供のためだとか先が取りづらいって言うばかりで。でも僕にはただの言い訳にしか聞こえないんですよ。それに稼ぐよりも節約が大事だって言うけれど、肝心の節約方法は母親を家から追い出すっていう、それだけ。そのくせ毎日ハーゲンダッツとか食べてるんですよね。あの子いちご味がこの世で一番大好きだからね。プロポーズしたからこそ最近の彼女の言動が気になるんです。なんだか僕とお金の価値観が違うなって。最終的には僕がどうにかしてくれるはずだって。なんだか当てにされてるような気もして不安なんです。この間まで結婚する気満々だったのに、僕って情けないですよね。そんなことないわよ。将来のことを真剣に考えているからこそ悩みだもの。タクヤ君はもっと堂々としていなさい。もういっそのこと娘と別れてもいいんだから。え？そうやって大人になっていくものよ。ちょっとでも違うなって思うならすぐに娘とは別れなさい。今感じている不安や悩みは結婚後に取り返しのつかないことになるわ。これは人生の先輩としてのアドバイスよ。ユミさん、まだ二十歳なんだもの。急いで大きな決断はしなくてもいいんだからね。ありがとうございます。じゃあ僕、娘さんと別れます。お母さんどうしよう。私ついさっき拓也くんに捨てられたんだけど、私とは結婚できないって。プロポーズしておいて婚約破棄とかありえないんだけど。あら、それは大変ね。よっぽど嫌われるようなことをしちゃったのかしら。私がお母さんを追い出したのがありえないって言われたの。自分の家族を大事にできない人とは家族になれないって。それにね、私がアルバイトを始めたのも納得できないんだって。せめて週5で朝から晩までシフトに入るならいいけれど、週3で1日4時間しか働かないなんて、俺との結婚を舐めてるだろって。嘘でしょ。そんなシフトで就職したって言ってたの。何よ、たとえアルバイトでも仕事は仕事。就職したって言って何が悪いのよ。なのに拓也くん、私が何を言っても別れるとしか言わなくて。もう彼のことは諦めなさい。どうしても復縁したいならちゃんと彼が望んでるような就職をすることね。もちろんそのつもりだよ。絶対復縁してみせる。もう一度就職活動する。だからお母さん、そんな私を隣で見守っていてよ。戻ってきてこのマンションの家賃を払って。え？
たかコンビニバイトで月30万の家賃なんて無理だよ。ごめんね、いきなり追い出しちゃって。反省しているから戻ってきてくれないかな。悪いけど私もう新しい部屋を借りたのよね。だからそのマンションにはもう二度と戻らないわ。え？家賃を払えないなら出て行きなさい。そして自分の稼ぎに見合った部屋を自分で借りなさい。ちょっと待ってよ。その新しい部屋に私を呼んでくれないの？呼ぶわけないでしょ。母親を追い出す娘とはもう二度と暮らしません。え？今まで甘やかしていた私も悪いけれど、あなたも少しは自立して可愛い子には旅をさせようって言うし、今後は一人で頑張ってみなさい。そんなの無理だよ。待って、お願いお母さん、私のことを見捨てないで。それじゃあね、マリ、お互いに頑張りましょう。あなたが自立した頃にまた会えるのを楽しみにしているわ。その後娘のマリはすぐにマンションから出て行き、今は風呂なしアパートで人生初の一人暮らしを頑張っているようです。バイトの大変さや家賃や水道光熱費、スマホ代など出ていくお金の多さに驚愕しているとのことですが、これを機にいろいろと頑張ってほしいものですね。母親として私も陰ながら見守っていきたいと思います。ちなみに元彼の拓也君はというと、今も娘と定期的に連絡を取っているらしく、1年後一度食事することになっています。その時の私を見て復縁できるか判断してと言われましたとのことです。二人の今後についても私は何も言わずに静かに見守っていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。